はいどうもマノチです、よろしくお願いします。はい、弱くても勝てます3、今回からクライマックスシリーズです。はい、まあファーストステージ第1戦、まあもちろん勝ちに行きます。はい、もうパッと2連勝してファイナル行きましょう。先発ねすっごい迷ったんですけど小林博士で行きます。絶好調ってのもあるし、伊能が絶不調だったんですよ。まあやっぱり調子いい選手を優先的に出したいっていうのもあるんで、はい、よし。いや本当はねここで伊能を出したかったんですよね。そうすれば、巨人戦ファイナルの時にうまいことやれば2回ぐらい登板できたと思うんで、早い段階で投げさせたかったんですけど、うん、まあ小林博士になりましたね。よし、はい、こんな感じです。頑張りましょう。よし、勝たないとね、勝ちたいな。もうまず2連勝、うん、やっぱこう3回戦うとなるとスタミナの問題とかもあるし、うん、できれば疲労度が限りなくゼロに近い状態でファイナルには行きたいですね。日本シリーズ出場権をクライマックスシリーズファーストステージ第1スワローズの攻撃。いや、この小林博士の覚醒はでかかったね。三振です。高めのボール、打球はレフトへ。オッケー、レフトが取りました。ツーアウトです。ライト方向を流しました。取れ、ライトバック、バック、バック、よし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 、掴んで3アウトです。できるだけ長いイニングを投げてもらいましょう。ベイスターズ攻撃です。ベイスターズはご覧のようなオーダーとなっています。梶谷が入ります。さあ頼む、シャキッター。フォアボールのラン送ります。まずい、危ね。一塁送球アウト、ワンアウトです。送りバント成功、1点でいい。まず1点。高めのボール打った、くっそ、当たりはどうか。レフトフライ抑えてアウト。そういうことね、落ちる。よし、ワンバウンドヒットになった。レフト前ヒット。さあチャンスを広げ、宇宙海も OK。 ナイバッチ、よし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 。さあ先制したシーンですが、すげえいい感じだよ。痛烈、セカンドうまくさばいて一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。ここ怖いね。59本か60本いかなかったんだね。バレンティアウト、ワンアウト。よしよしよし、しなくちオッケー。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ゲームおっしゃ、頑張れ。引っ張った、落ちろ落ちろ。取ってワンアウトです。リプレイでご覧いただきましょう。よし、アウトコース打ちました。あ、走る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 、拾ってツーアウトになりました。見逃して三振です。1点じゃ足りないよね。お任せ、1点じゃ足りないよ絶対。ごめんね、デッドボール。満足そうな顔してる。怪我さえしなければね、絶対に塁には出たい場面だよね。バントで、バントない、おかつか、危ねえ。グリエルが抑えています。ワンアウト、ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは石川、うん、シフトは引かない。 MP 使うから 7も使っちゃうんでね。なんでバント警戒し、うん、こんだけでお任せで。あれ、盗塁、
キャッチャー二塁送球する。盗塁成功です。全然考えてなかった。足速いもんね。まあバッテリーもね警戒してたんでしょうけどね。変化球打った。セカンドが抑えた。一塁へ。よし頑張れよ。ここ抑えろよ。三塁とかあります。さあ。変化球打って。取って。うわー惜しい。サードランナーホームイン。スワローズ。悔しかった。大丈夫だ。ここは抑えておきたかったんですがタイムリー。よし。いい勝負だね。いいね。こうじゃないとね。日産序盤は非常に緊張感のあるゲーム展開ですね。いや本当ですね。あの両チーム、いい攻撃、いい守り。ヒットでいいぞ。2球目打ちました。セカンドが落下点に入ります。取ってツーアウトです。インコース詰まりました。取ってスリーアウトです。いやー1点遠いな。筒香が打点上げてるもんね。4回の表なんかこう筒香がラッキーボーイ的な存在になってくれたら結構助かる。怖いぞここは。2球目打ちました。よしショートが取る。アウト。2アウト。2アウトランナーありません。この回の小林取れ。うわ惜しい。ツーアウトランナー一塁。今の投球小宮山さんいかがですか。定置 OK 頑張れ。よし三振。 DeNA ベイスターズ4回頑張れ。アウトコース打ちました。サードが構えます。川端抑えてワンアウト。一発フラッシュミックか。強く向こう一発持ちか。うまいことハマれば行くべ。変化球しょ。見逃し三振。いやーすごいな。5回の表にゲームがスタート。これはバットで三振。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。一番嫌なのが延長になって負けることだよね。それが一番嫌だ。ちょっと甘いボールでしたよね。お任せ。ヒットでランナーバントしました。ピッチャーが取る。よし投球します。ツーアウトになりました。ここ抑えろよ。頑張れ。 OK 見逃しで三振を奪いました。なんとかここで食い止めました。ご覧いただきましょう。先長いかな。ピッチャー変えたくないよね。まあもうこの回ぐらいからブルペンを用意させるけど。引っ張った。一塁そのまま入ってアウト。ナイバッチ。これはどうだ。変えて。いや変えなくていいな。大丈夫だ。バントしよう。送ります。よしうまい。ファーストが取る。一塁送球アウト。ツーアウト。送りコンパクトだ。頑張れ。くそーランナー返すことができませんでした。ここまでのハイライトです。しんどいな。はい、これから6回。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。三遊間抜ける。やだね。代打出てきてそういう風に打たれるのはやだ。バッターを出してしまいました。ここはうまく流されてしまいました。バッターは3番ケツ。ナイチワンアウトです。バッターは4番バレンティン。先ほど頼む抑えてくれ。よし2アウトになりました。打ちました石川。 OK よし3アウトチェンジ。よくやった。
6回の裏。さあうちも打てないから動くか。ちょっとは代打後藤。さあ同点の場面、ここでベイスターズ代打を送ります。打ってくれよ。バッターボックスには代打の打ちました。ちくしょう。一塁送球アウト、ワンアウト。これはバット出ず三振です。すげえ、マジですげえ。うん、もうシンプルに山崎入れましょう。ここはあ、ブルペン出したい。これから7回ベイスターズ。今取れ、これはどうか。うまい、セカンド取る。よし、アウト、ワンアウトです。まずはワンアウトを取っています。引っ張った、サードが取る、一塁送球します。オッケー、ツーアウトになりました。切ろう、絶対切ろう、ここ切ろう。よし、変化球で空振りを取ります。 DeNA ベース。すげえいい感じには来てんだよな、守備は。攻撃がさ、MP48、 もう一回行こう、もう一回強く振ろう。インサイド落ちました。よし、センターに抜ける。先頭バッター出ました、ベイスターズ。ここはうまく打ち返していきました。ダイソーだ。走れっかな。向こうキャッチャー硬いし、ピッチャーもクイック持ちだよね。ここじゃない。うん、もう一回筒子を回ってくると思うんだよね。今日2安打してるし、このまま行こう。お任せ。ヒットでランナーを初球打ち、サード正面取った、2塁アウト。ラッキー、ランナーは変わらず1塁。バッターは7番荒波。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。頑張れ。ゲッツー崩れでストレート打った、ファーストの右掴んだ、二塁フォースアウト。ちくしょう、ランナー一塁は変わらず。今任せるよ。 OK、 打ちました。おっしゃ、三塁まで行け。ファーストランナーセカンド回って、三塁帰れたら帰って、無理だね。しゃあないでしょ、ここはもうしゃあない。代打だ。対左が強くて代打持ちノリだね。作戦を何使うかだな。さあピッチャーに打順が回ってきましたが、このタイミングで俺はここが勝負だと使う勇気は正直ないんだよね。じゃあこの3つ、いや球威で押すピッチャーじゃないと思うんだよな。見ていけっか、見ていけだ。抜けろ、うわくそ。一塁送球、一塁アウト、これで3アウト。リプレイでご覧いただきましょう。ベイスター、いや、やってて面白いけどさ、やっててすげえ面白いけど、勝たないとさ、どうしよっかな。あ、まあ普通にノリんとこ入れちゃう、9番に入れちゃおう。今
いやピッチャー変えたのは仕方ないけど怖い交代だよこれは。結構リリーフ2人乗ってゆっくりとマウンドに向かって石川が入ります。打ちました。この当たりはどうか。よしセンターライナー掴んでまずワンアウトです。お任せ。 OK。これうわやべ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 。伸びている伸びてヒットになった。一塁蹴って二塁に向かうバッターランナーは二塁まで進みました。すげえやばい。ここはうまく引っ張られました。さあここです。ここでクリーンコーチャーケン定位置 OK 使っていくかな。ここがショーだ。向こう使ってこない。外れてフォアボール。本当は準備できてねえけどさ、準備できてないけどここ香川でしょ。今リリーフカーに乗って絶対ここがショーが使ってくる。絶対使ってくる。うちも使うか。この場面で迎えるバッターは5番バレンティン。使おう。使う価値あるある。ここはある。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。本当このためだけだからね。ここ使ってこない。よし見事三振を奪いました。ピンチをしのぎました。ご覧いただきましょう。ここで1点でも取って三上だで終わろう。1点取ろう。なんとか1点取ろう。塁出ろ塁出ろ。走れ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 。よしノーアウトランナー1塁です。リプレイバントだろう。うんうまい大丈夫成功する。ヒットでランナーバントしました。三塁方向サード取った。際どいタイミング二塁アウト。送りバントは失敗。ランナーは変わらず一塁です。まあ、失敗を悔やんでもしゃあないからなんとかここで山崎を三塁あたりには置きたいんだよね。どうにか置きたい。というよりアウトをやりたくない相手に。コンパクトだ。くそー、ね、くそー。くそレフトに持っていった伸びていく抑えてスリーアウト。スワローズの方痛すぎるぜ。だぜ。今接戦だな。さあ交代を告げられ向こうここが勝段残してっかんね。小宮山さん、こういった展開ですとキャッチャーも相当なプレッシャーがかかっていると思うんですがいかがですか。そうですね、もう本当にこれはどうか抑えてツーアウト。うそ大きな打球 だ。よかった。まだ伸びるレフトフライ。いやどうしよう。オスンファンみたいに3イニングぐらいいっちゃうかい。1対1同点
ちょっとここはね期待できるでしょ。9回の裏、今ブルペン3度目だ、来るべ来るべ、さよなら。半端ねえ、さよなら持ちだ。こっちに取っといてもよかったかな。いや今 MP ねえや、お任せ。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。ちょっと待って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 、うん、ダイソー出せないね。内野手が一人もいねえ。バントしよう。うわ、はあ、MP がない。頼む。来たぜ。田村、頼む。頼む。さあ一打サヨナラの場面。頼む。打った。ショートの左。取った。二塁送球。一塁送球は。先ほどのプレーです。延長かよ。ここは俺相当動いてんだけどな。まあ、うん。一応今いいメンツは残ってくれたね。ここは。操作行こう。リリーフカーに乗って頑張れ。打順は8番中村、レフトへ、これは大きな打球、まだ伸びる、抑えてワンアウト。さあ同点の場面、やっぱり石川はけちゃったか。さすがにはけるか。見逃し三振、ナイチ。外の球打った、サードの右掴んだ、一塁へ、一塁アウト、これでスリーアウト。さあ交代を告げられ、リリーフカーに乗って名前がいいもんな。ドリームいやー、ピッチャー相当使ってるけどな。今ブルペンに電話しています。俺の持論だけど、クライマックス後先考えてるチームは負ける。その場のベストですよね。ルイデロ、ルイデたら相当でかいぞ。おし、走れんじゃないか。ここは体勢を崩しながらもインコース、来たショホラー。石川が打ってほしかったのか、あのクイックが。行こう。走ってきた。キャッチャー送球してセーフ。よし。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。何もできないよね。できない。もうできない。お任せで。勝ったぞ。よっしゃ、やった、鮮やかなバッティングでした。この人のタイムリーで見事なサヨナラ勝ちです。やった、ギリギリやった。いや楽しいな、楽しかった。快勝ですね。これはちょっと内村でしょう。ヒット、あそこでヒット打って盗塁がすごいと思うよ。まあね、その作戦を出したのは誰って俺だけどね。
やったぜ。やりました。よし、あと1回勝とう。いやちょっとさ、あ、疲労大丈夫だね。この程度だったらいけるいける。胃の不調か、出すか出すか。いや、今日待って、絶不調から不調になったってことは今調子上がり気味なんだよね。このままいけば巨人戦で下手され絶好調とかなる可能性もあるわけだ。いや、後先を考えない。うん、今できるベストなピッチャー、次の先発いないんだよね。調子いい人って言ったら久乗りになるんだよね。考えます。はい、考えて次の先発決めたいと思います。うん、とりあえず今回はここで終わろうと思います。そんじゃあ終わります。バイバイ。